はいどうもキリハです。今回は1月24日に行われるメンテナンス内容をまとめていこうと思います。かなりボリュームがありますのでサクサクやっていこうと思います。当日の立ち回りも紹介しますね。それでは早速やっていきましょう。はい、まずメンテナンスの時間なんですけども、1月の24日水曜日昼の11時から19時前後までと長めのメンテナンスになっております。8時間ですね。でメンテナンス後に AP を使うと新しいイベントの方にAP を使うことができます。でメンテナンス前に AP を消化する場合は朝4時を超えると特に AP を使うコンテンツがメンテナンス明けまでなくなってしまいますので、朝4時を超える前にいっぱい AP を使う場合はハードの2倍を回ることができます。ですが個人的にはやっぱりメンテナンス後に AP を残しておいてイベントに全突破した方がいいんじゃないかなと思います。というのもイベントで配布キャラクターがいまして、いぶきがもらえます。イベントで AP を使えばいぶきの新名文字がもらえるコンテンツがありますので、配布キャラを育成する意味合いでも AP はメンテナンス後に取っておいた方がいいんじゃないかと思います。取っておく場合はカフェは24時間で基本的にいっぱいになりますので、前日の、今日ですね、19時以降にカフェを受け取って、それ以降メンテナンス後まで受け取らないでいるとメンテ明けでちょうど 100% になります。自然回復の AP も1時間に10回復になりますので、ちょうどいいところで満タンになるように調整をすればメンテナンス後に AP をたくさん使うことができます。ですが今回大きめのメンテナンスなので、メンテナンス延長などがあった時はその分 AP が溢れてしまうのはご了承いただければと思います。何せよ息吹が好きなので、息吹の育成のために AP は取っておこうと思ってます。はい、それではガチャの紹介からいきましょう。星さん誠の限定キャラのピックアップとなります。そして限定はもう一人いまして、アコのドレスですね。二人とも限定キャラとなっております。アコはすごい格好ですね。誠のドレス姿も PV であったので、あれもあれでめちゃくちゃ可愛かったので実装してほしいんですけどね。期間は1月の24日メンテナンスの後から1月31日の10時59分までちょうど1週間のピックアップとなっております。で限定キャラなので、この期間を逃すとしばらくまた復刻するまで引くことができません。そして今回イベントで配布されるいぶきとシナジーがあるいろはも復刻開催します。ただいろはは工場キャラなので、これを逃してもどこかで出てくる可能性はあります。期間は同じ1月31日の10時59分まで。天井はいつも通り200となっておりまして、天井に到達した場合は誠、アコ、ドレス、いろは、この3人の中から選んでもらうことができます。この子たちの事前の性能紹介に関しては前回動画でやっておりますので、よければ見ていただければと思います。今回内容が多いんでサクサクいきます。はい、次にイベントですね。夜を開く彼女たちの作業曲ゲヘナのイベントとなっております。開催期間は1月24日メンテナンス後から2月の7日10時59分まで2週間の開催となります。で今回のイベントはゲヘナのイベントで、バレンタインに開かれるゲヘナパーティーのストーリーとなっております。そしてストーリー01を読むことでイベント配布の息吹をもらうことができますので、必ずもらってから周回をするようにしましょう。イベントではカクテルグラスとテーブルナプキンのこの2種類のアイテムが手に入ります。そしてイベントポイントも手に入りますね。この3種類を集めていくんですが、これらのアイテムのイベントボーナスの生徒はこちらの一覧となっております。ゲヘナの生徒ですね。そして今回のイベントショップでクラシックソファーテーブルセットと威厳の役員用デスク、こちらはアコとマコトの専用家具となっております。モーション家具が欲しい方は必ずもらうようにしましょう。そしてブルアカライブでも発表のあったこちらのフィールド探索コンテンツ、避難委員長の秘密のレッスン、こちらなんですけど、ストーリーを進めるのにイベントストーリーと並行して進める必要があるみたいです。連動してるってことなんですかね。で問題を解決した時に育成素材やいぶきの新名文字を手に入れることができるんですが、いろいろと終わりますとその後イベントポイントを消費することで戦闘に挑むことができるようになります。そこでさらに、報酬をもらえるってことですね。なのでイベントポイントをガンガンもらって息吹の新名文字をたくさんもらうにはこのコンテンツをやっていく感じになるんだと思います。そして毎日の仕事というものが朝4時に更新されるみたいなので、これはおそらくデイリーミッションなので逃すともったいなさそうですね。このあたりも含めてまた開催されましたら動画にしようと思います。
はい、それではガンガンいきましょう。最大100回募集無料、1月24日メンテナンスアートから1月31日10時59分までの今回のガチャの切り替わりまで最大で100回募集が無料となります。まあ、簡単に言うとね、毎日10連ずつもらう権利がもらえまして、1月28日から1月の30日に関しては20連ずつ回すことができます。最終日の1月30日の朝4時以降は計100連が合計で回せる権利があるってことですね。毎日消化していったら、残りが回せるって感じです。でこれちょっと動画のコメントにも結構いたんで再度説明しておくと、今回のガチャでしか使えません。なので次のひなドレスだったりとか星の水着とかあのあたりのガチャは確率が2倍のガチャになるんですけど、1月31日の11時からの開催なので、この100連無料が終わった後に開催されるのを間違えないでください。これ忘れると大変なことになりますんでね。みぞじで100連募集を使うって言ってる方がねコメントにいらっしゃったので、もう絶対に間違えないようにしてください。必ず今回のガチャで使いましょう。そしてログインボーナスが開催、全部で20アイテムあるので20日間ログインをすれば全てもらえるんだと思います。ここにいぶきのモーション書くもありますね。最終日には10連チケットももらえます。2月21日10時59分までの開催となっておりますのでご注意ください。そして夜勤ガイドミッション、こちらはですね1月24日のメンテナンス後からずっとあるガイドミッションなんですけど、ミッションをクリアしていくことでヒナがもらえます。星さんキャラクターなんでね、もうぜひとももらいましょう。でこれがちょっとびっくりしたんですけど、常設化特殊作戦デカグラマトン編が追加。デカグラマトン編が開催されると私勘違いしてたんですけど、常設イベント化みたいですね。なのでストーリーが読めるだけなんだと思います。そして先生レベルの上限の引き上げ、87から90に上がりますので、今現在カンストしている方でもメンテナンスアートはレベル上げをする必要があります。はい、ここで活用したいのが先生レベル経験値2倍キャンペーン、こちらですね。1月の27日から始まるんですけど、土曜日の朝4時から 1AP イコール1経験値だったのが、なんとそれが2倍になります。もうとにかくここでブーストして先生レベルをがっつり上げて31日から始まる総力戦に備えたいところですね。ここは必ず活かせるように頑張りましょう。近いうちにまたこれの有効活用の動画を土曜日の前にね出そうと思います。そして新家具シリーズゲヘナパーティーが追加、おしゃれですね。そして課金パッケージがいろいろと追加されますので、これはちょっと長くなっちゃうんでメンテナンス後に確認してください。はい、そして忘れちゃいけないのが課金をする方の味方、購入回数に制限があるお得パックですね。青木石のお得パックの購入状況がリセットされます。月に3回のやつではなく、こちらの回数に制限があるあと何回買えるってやつですね。特に青木石のこのプレミアムに関してはかなりお得なので、購入を迷っている方は購入おすすめになります。もらえる石が多いんでね、何にせよ購入してない状態でリセットされるのはもったいないので、もともと買う予定の方は先に買っておいた方がまた購入回数がリセットされるので今のうちに買っておきましょう。はい、そして家具モーションの追加、誠、いぶき、アコのドレスですね。誠とアコのドレスのモーション家具に関してはイベントで購入することが可能、いぶきはログインボーナス、ひなのグランドピアノはちょっと分かりません。はい、次に行きましょう。新規生徒の愛用品が追加、最初の生徒は星3生徒のミサキと花江クリスマス、星2のののみになっております。ミサキが強くなってくれたらありがたいですね。これからヒエロニムスなので。はい、そして皆さん親の顔より見たタイトル画面、こちらで流れるムービーを選択できるようになります。いや、これはありがたいですね。好みのタイトル画面にしましょう。そして先ほども軽く触れましたが、ドロップ量の3倍キャンペーンが始まります。メンテナンスの日からは指名手配、スケジュール、学園交流会とあまり AP を使う内容はありません。その1週間後の1月31日の朝4時からは特別依頼と任務、ハードの3倍が始まります。これイベント期間と被ってるのでどっちを回ったらいいかはちょっと悩んでしまいますね。いつもだったらイベントなんですけど、こう3倍と言われるとね、なかなか悩んでしまいます。そして先生レベル経験値2倍キャンペーンは4週にわたって行われます。週末ですね。そしてこちらは時期が変わるんですが、総力戦屋内戦ヒエロニムスが開催されます。期間はメンテナンスの1週間後の1月31日
昼の11時から2月7日の3時59分までとなっております。おそらく今回のひなドレスが大活躍するイベントとなると思いますので、同時にピックアップされるひなを引いてヒエロニムスをケチョンケチョンにしてやりましょう。以上がメンテナンス内容となります。はい、ということでサクサクやっていきましたが、メンテナンス内容のまとめでした。メンテナンスの後はイベントが始まりますので、なるべく早くね動画を作ろうと思います。ただ今回はねちょっと新しいイベントになりますので、まあ、正直ね当日に動画が出せるかはちょっと分かりません。なるべく早く出そうと思います。ということで今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。